この雲地雷、十中八九間のこの仕業だろう。こんなに早くお出迎えされてもちっとも嬉しいと思えない。マリーの情報によれば、この先の峠を曲がるとオムニアムタワーが見えるそうです。ここに来るのは久しぶりだが、オムニアムタワーの場所はなんとなく覚えてる。ついてこい。この峠を曲がるとオムニアムタワーが見えてくる。オムニアタワーの様子がどうもおかしい。近所に氷を破砕するための大砲があったはず。でもどこだったかいまいち思い出せない。大砲でオムニアムタワーを撃つの？そう慌てるな。砕氷砲は砲内圧力の低いスタングレネードで表面の氷を打ち砕く。タワーの主要部分に損傷は与えない。だがその大砲はもう数十年使われていない。部品の多くが使い物にならないんだろう。修理するならスペアパーツを手に入れないと。近くにアイダのこのアジトがある。そうなら俺たちの欲しいものがきっとあるはずだ。そっちは君に任せるよ。俺は大砲の場所を探してくる。吹雪がひどいな。気をつけて。あそこに間の数がいる。気づかれずに倒せる。あの補給箱をチェックして役立つものがないか見てみよう。倉庫から部品を奪ってきたわ。これで足りるわよね。そう焦るなって。大砲を動かすエナジープールも空っぽだ。新しいのを探してこないと。新しい任務ですか？まあ麹魔王氏ってやつだな。まだ大砲のありかもわからないことだし、君だけ暇ってわけにもいかないだろ。確か近くに古い倉庫があった。結果はどうあれ、ひとまず運試しに行ってみたらどうだい？何もなさそうだけど中を確かめてみよう。前方の拠点をもう一度探すしかなさそうね。きっとここだわ。お疲れ。大砲の場所が分かったよ。これで成功まであと一歩だ。じゃあ早く行こう。何グズグズしてるの？いやだからさ、あと一歩なんだ。あと一歩ってまさか。いやちょっとしたアクシデントというか、さっき大砲の近くでアイダのこのパトロール隊に出くわしてさ、とっさに逃げて追っ手を巻いたとこまではよかった。でもパーフェクトな逃亡劇とまではいかなくて。正直にやらかしたって言えば？奴らを巻いた後気づいたんだ。部品パックを忘れてきたって。部品パックの場所を教えてください。マップに印をつけておく。この任務の成否は全て君にかかってる。大砲の修理は大体終わった。細かな不具合はあるがなんとか使えるだろう。唯一厄介なのは射撃管制装置がイカれてるせいで通常の直接照準射撃ができないことだ。オムニアムタワーにビーコンを置いて砲弾を誘導してくれないか。間の子は俺たちの狙いをほぼ完璧に読んでる。あとは時間との戦いだ。急げ。アイダの駒、おっと頭上注意、来るぞ。しまった、大砲の制御システムがアイダの子に侵入された。戻るんだ、大砲がもうすぐ制御不能になる。シーア、帰ろう。帰る？どうして撤退したのかしら。はめられたようだな。流したことが。早くオムニアムタワーを止めないと。やっとのことでオムニアムタワーの問題が片付いた。ハガードのじいさんもきっと。ちょっと待って、もしもし。何？アストラト？よし、わかった。アストラト？フランツさん、どうかした？情報提供者の一人がアストラ島でアイダの子を発見したとの報告を最後に消息を絶った。何事もないといいが、今すぐアストラ島に向かう。君はハガードに戻ってエルリックに状況を報告してくれ。どうも悪い予感がする。無事にオムニアムタワーを全部止めました。ですがフランツさんがアストラ島で怪しい動きをするアイダの子を発見したと。その報告はすでに受けている。今は予断を許さない状況だ。我々はあのエリアにおける奴らの力を甘く見すぎていた。アストラ島だけではない。アイダの子は各地で大規模な作戦を展開している。我々にはおそらくもう制御しきれない。今ハガードが動かせる兵力だけではとても鎮圧できない。しかも私にはオベリスク本体の安全を最優先する義務がある。つまり、アストラ島に援軍は出せない。今島にいるのはフランツさんだけだ。彼と協力して事を進めてほしい。もう時間がない。急げ。現地の人々が頼れるのは君だけだ。アイダの子が侵攻を開始したの？衛兵だけでは無理だわ。援護しないと。なんでお前さんがここに？ちょうど人手不足で困ってたとこだ。パウル、今の状況は？さっきアイダの子を撃退してそのまま後をつけてここまで来た。すぐそこが奴らのアジトだ。あそこには転送ゲートがある。あれを壊さないと後から援軍が湧いてきやがる。ちょうどお前さんも帰ってきたことだし、一緒に行こう。急がねえとやばいことになる。アイダのこの拠点はこの先だ。あいつら続々と火星に来ている。拠点内には必ず何かあるはずだ。潜入して暴いてやらんとな。アイダの子は転送ゲートから湧き出している。破壊してやらんとな。見ただろう。敵は大勢だ。そう簡単には転送ゲートに近づけねえ。何かいい手はありませんか？ちょっと前に町を通りかかった超有名な整備士からすごいメカを買った。デストロイヤーって名前のめちゃくちゃ高いやつだ。ほら、さっさと中に入ってみろよ。あいつの宣伝文句通りびっくりするほどすげえメカだといいんだがな。準備はできた。いつでも OK よ。すごいのは確かだが、信頼性が今一つだ。暇な時に改良してみるしかねえな。他に倒してほしい間の子はいる？あいつら島中にうようよいるから、あとどれくらい残ってんのかはっきりしなくてよ。フランツが今調べてるとこだ。ミアにもフランツさんの居場所は特定できません。より正確な位置情報が必要です。ああ、あいつならシェルターの正門付近にいるはずだ。会いたいなら今すぐ行ってこい。俺はここに残っていい手がかりがないか調べてみる。あれ、君たち2人だけ？あのじいさんたちに期待した俺がバカだった。過酷な仕事は全部人任せかよ。それでだ、間のこの今回の作戦についてうちの情報提供者が重要な情報をつかんだ。だが直接会うのはまずい。それで情報を指定の場所に置いてもらうことにした。鉄サビのコリドールにある塔の上だ。間の子もそれを察知したのか、塔周辺を徹底的に調べ始めた。情報が奴らの手に渡らないといいが。私たちが情報を取ってきます。分かった。パウルが協力してくれるはずだ。俺は南の方を調べてくる。じゃあまた後で。守衛があちこちに。うまくかわさないと。最頂部まで行かないと。この鉄板大丈夫？機が起動しました。早く離れてください。お疲れ。情報は手に入ったか？情報は暗号化されてる。フランツさんに解読を頼みましょう。それがフランツのやつどこにいるんだか。さっき座標は知らせてきたんだが連絡が取れねえんだ。座標の位置はサザンベイスンのあたりだ。時間がない。ドローンについていけ。座標はもう設定してある。俺はシェルターでお前さんたちの情報を待ってる。手伝いが必要なら声をかけてくれ。エナジーがこれだけあれば十分だろう。